現代アートに触れることで児童たちに想像力を養ってもらおうと開かれた体験教室。今日は講師として画家の青木恵美子さんが招かれ、児童たちに抽象画の描き方や絵を描く楽しさについて伝えていきました。児童たちは筆のほかに割り箸などを使い、プロの画家になった気分で今の自分の気持ちを表した作品を完成させていきました。校庭とか地面、なんか思ったよりうまくできた。東京にお父さんがいて、お父さんに会えた時は嬉しいから、燃えるぐらいの嬉しい気持ちを表して描いた感じです。児童たちの作品は今月16日から金沢駅前のリファーレビルで展示されることになっています。